その子を人質を放しなさい。始まりの逆転です。マオさん、この話死ぬほど好きです。 1,2 を争うレベルで好きかもしれない。さあ黙れ、近寄ると人質殺す。だいぶ緊迫した。ピストル向けてるね。残念だったわね。あなたはここまでよ。撃ったね。落ちたね。さあ、なるほど君、僕は今ある裁判の記録を目の前にしている。僕の師匠千尋さんが初めて法廷に立った時の記録だ。脱獄囚に関するデータ。ピクチュー、おしゃれ。お涙満ちるかな。誘拐殺人、軽量死刑、脱獄から再逮捕までの推移、宮柳幸巡査部長と接触、その後殺害、脱走から、読み切れなかった。皆さんぜひ止めて読んでみてください。千尋さんが初めて弁護したのは脱走した死刑囚だった。それは僕が千尋さんに出会うさらに1年前のことだ。6年前、綾里千尋、初めての法廷。言ってたやつだね。あの法廷からずっと立ってないって。地方裁判所被告人第4控室。もうダメ、緊張で死んじゃいそう。やっぱりやめておけばよかったかな。キャあ、おはようございます。ビビっちゃダメよ千尋。俺やってない、誰も殺してない。お涙満ちる。私の初めての依頼人。5年前死刑を宣告されて服役中だった。脱獄囚。お涙。とにかくここは軽い世間話ね。リラックスさせてあげなくちゃ。どうして脱獄したんですか。重い重い。うがキャー、ごめんなさい。かじってる時の目がなんかすごい、圧がすごいな。なんかリマスターされて。俺やってない、何にもやってない。俺嘘つかない、脱獄なんて知らない。でも現に一昨日再逮捕されたじゃないですか。ごめん、ちょっと嘘ついた。でも俺やってない、誰も殺してない。失礼ですけど死刑囚さんなんですよね。キャ、ごめんなさいごめんなさい。死刑判決、今から5年前、俺はめられた、騙された。あの女嘘の証言した、だから死刑判決を。俺殺してない、そんなことできるわけない。おととい、囚人護送車が事故を起こした際逃走。そして約8時間後、彼が再逮捕されるまでに一人の婦人警官が殺害された。この死刑囚、お涙満ちるに殺害されたと考えられている。脱走してこの婦人警官と会ったんですか。会った。俺そのために護送車逃げ出した。会うために。やっぱり被害者と会ったのは間違いないのね。でも俺殺してない。別れた時あの女生きてた、これ本当。信じていいんですね、お涙さん。被告人を睨んだって真相は見えやしねえさ。先輩。裁きの庭に放り込まれた迷子の子猫ちゃんを見に来たぜ。一緒に遊んでやろうかと思ってな。星影先生は？おじいちゃんはまだベッドの中だろうぜ。空のボトルを抱いてバッカスと語らっているはずさ。バッカス飲んだの？ご不満かな？この神の木総流じゃ。そんな。星影法律事務所ナンバーワンの先輩が私なんかのために。いやいや、
今朝のナンバーワンはあんたさ。全く大したクソ度胸だぜ。初めての依頼人が脱獄した死刑囚なんてな。私もそう思います。もう逃げ出したい気分だわ。く、安心しな。さっき聞いたんだが、今日の検事さんもどうやら新人らしいぜ。そうなんですか。ただしどこかの誰かさんと違って検事局始まって以来の天才らしいけどな。天才。さあそろそろ時間だな、子猫ちゃん。生きにやろうぜ、生きによ。さあ神の義僧侶さん、この世で最も孤独な場所、それはきっと死刑囚の独房。私の依頼人はそこから必死に逃げてきた。弁護士はみんな彼を見捨てた。でも私にはできなかった。彼の目から溢れ出す涙とそのまっすぐな言葉、そこに紛れもない真実を見た気がしたから。依頼人を信じてるんだね、一番最初から千尋さんはね。バキバキの金色の、あの首輪つけてるのだけがちょっと気になるけどね。さあ、そう、裁判官もちょっと違うんですね。お隣の人ですね。これよりお涙みちるの法廷をしめやかに改定させていただきましょう。弁護側準備完了しています。検察側元より、本日の法廷は検察側弁護側とも新人と聞いているのですが、なんか見覚えのある人がいましたね。はい、綾里千尋です。三剣麗司と申す。あなたが噂の三剣賢治君ですか。最年少で賢治になったという。20歳だ。どうやら子猫ちゃんは噂になってないようだな。負けちゃダメよ千尋、年下の男の子なんかに。若ければいいというものではない。私はどうかと思いますがね。どうした。個人的な意見が。さて今回の被告人は現在服役中の死刑囚です。2日前護送車から脱走したとか。その通り。この法廷で裁かれるのは脱獄の罪じゃねえ。被告人が逃走した日に殺害された婦人警官、その死の責任がお涙さんにあるのかどうか。今千尋さんだったね。そういうことだ、子猫ちゃん。それでは三剣賢治君、しめやかに冒頭弁論を。今から5年前、被告人お涙みちるはこの法廷で死刑判決を受けた。罪状は営利誘拐および殺人。被告人が橋の上から突き落とした少女は当時14歳だった。あ、みっちゃん若いな。若いしイケメンだな、みっちゃん。大変痛ましい事件ですね。私もよく覚えています。裁判は決定的な証拠がなかったため随分長引いたとか。さよう。結局決め手になったのはある目撃証言だった。目撃証言。おお。たった一人で誘拐犯と対決した婦人警官宮柳由紀。彼女はその場で お涙を逮捕。後に法廷ではっきりと証言した。お涙は邪魔になった人質の少女を川に投げ落としたと。なるほどね。なんかいろいろと気になる話、いろいろと気になることがいっぱいあると思うんですけど、皆さんも気になるなと思いながら見ていってください。吊り橋の下を流れる、五道川でいいのかな。五道川はその水量と急流で知られている。飲み込まれた死体はほとんど発見されることがないという。その証言が決め手になって死刑判決を受けたわけね。もしかしてその婦人警官というのが。さよう。2日前殺害された今回の被害者、宮柳由紀だ。由紀じゃなくて由紀だね。宮柳由紀巡査部長というわけだ。ぬう。彼女の証言のおかげで死刑判決を受けた囚人が2日前に脱獄した。その目的は一つ、自分を死刑にした婦人警官への復讐。む。今私の中で完全に真相が見えたようです。おい、マジで本当に上の上をすくって出すのやめろ。ぬう。かん。これはもう決まりでしょう、有罪ということで。よし、いいぞ。ちょっと待ってください。ちゃんと証言を聞いてから決めてください。ぬう。
若さに任せた悪あがき、私はどうかと思いますがね。若さというのは時に悲しいものなのだ。あんた私より年下じゃない。そうなんだよな。なるほど君とためだもんな。それでは三剣健二君、しめやかに証人を呼んでください。初動捜査を担当した刑事を入廷させていただこう。コートがまだ色が緑じゃない。証人、名前と職業を。この時からなんだな。自分の名前は糸のこぎり圭介、所轄署の殺人事件捜査担当の刑事っす。半年前よりついにやっと念願の刑事課に配属されたっす。てか刑事課に担当配属されるのって普通にエリートだよね。誰もそんなこと聞いてません。誰もそんなこと聞いてません。なんすと刑事になるのがどれだけどんなに大変か。なんですか。きれいっす。きれいだ。やめろ。レインボーやめろ。え、胸のあたりがキュンとなったっす。あ、びっくりした。いきなりおっぱいが大きいですねみたいなこと言うのかと思った。糸の子さん最低。刑事、仕事をしたまえ。さもないと胃のあたりがキュンとなる処分を下すことになるが。むぐ、すまねっす。みんなはういういしいな。それでは刑事くん、事件の説明をお願いします。はっ、了解っす。被害者は宮薙勇気巡査部長、ベテランの女刑事っす。死因は背中に刺されたナイフによる失血死っす。それらの情報は解剖記録にも書かれていますね。事件についてもっと詳しく聞かせていただきたい。はっ、了解っす。では上面部を見ていただくっす。どれどれ。五道川、これは現場となった吊り橋、おぼろ橋の見取り図っす。おぼろすぎるだろ。ここどうやったって。わ、これクラッシュバンディック以外で見たことねえぞこんなの。橋の下を流れているのがかの急流五道川っす。犯人と被害者は吊り橋の上であったっす。被害者この後どうすんの。被害者の背中をナイフで刺して殺害した犯人は死体を運び去り、車で逃亡したところを検問中の警察官に逮捕されたっす。なるほどね。ねえ、なるほど、よくわかりました。急流五道川の上空12メートルにかかる吊り橋、橋の上に被害者の血痕でも残っていたのですかな。被害者の宮薙巡査部長は厚手のコートを着ていたっす。残念ながらおぼろ橋には何の痕跡もなかったっす。ねえ、私は推測という言葉が大嫌いです。橋に痕跡がない以上、二人がそこで会った証拠はない。裁判長、証言を聞いていただければ納得していただけるだろう。二人はあの日、あの橋の上で確かに会ったと。ぬう。この私に指を突きつける態度、どうかと思いますがね。それでは刑事君、証言を命じます。いよいよ始まるわ、千尋。いいか、よく耳を澄ませよ、子猫ちゃん。油断すると飲まれちゃうぜ。法廷の神様に。神の木さん、かっこいいな。事件のあらまし。宮薙刑事は事件当日、何者かに電話で呼び出されたっす。彼女は指定された時間におぼろ橋へ行き、そこで犯人に会ったっす。じゃあ犯人に呼ばれたってことだね。そして彼女は無残にも殺害されてしまったっす。犯人は死体を車のトランクに詰め込んで逃げようとしたっす。山のふもとに展開された検問でお涙は逮捕されたっす。なるほどね、呼び出されたと。ねえ、確かにおぼろ橋の重要性ははっきりしたようです。そこに呼び込まれたと。当然。それでは弁護士、しめやかに尋問をお願いします。はい、尋問ですよね。おいおい、大丈夫かい、子猫ちゃん。あんまり震えてるとカップにさざ波が打ち寄せちゃうぜ。チャラいな、神の井さん。震えてなんかいません。むしゃぶらいです。法廷はタフな戦場だぜ、特に初心者さんにはな。心配いりません。だって犯人だって証人だってみんな初心者じゃないですか。ちげえねえぜ。まずはお手並み拝見といくぜ、子猫ちゃん。行くぜ。大丈夫よ、千尋。
法廷の作法なら昨夜ビデオでバッチリ勉強したじゃない。そのなんかあの車の研修みたいな免許証の研修のビデオみたいな。事件のあらまし。さて、まあ、矛盾はなんとなく今のところ見つかんないよな。背中をナイフで刺されて失血し、死亡推定時刻は午後4時から5時の間。呼び出された数何者かということは正体は分かっていないんですよね。残念でしたっす。え、宮柳刑事を呼び出したのは被告人お涙だったっす。ダメでした。なんと被告人が被害者に電話を宮柳巡査部長は何事もきちんとする人だったっす。お涙からの電話についてきちんとメモを残していたっす。めちゃくちゃ長文じゃんなんか反省文ぐらいの被告人の被害者のデスクに残されていた極秘のメモっす。極秘のメモ、被害者自身の筆跡で残っていると。ねえ、このメモによると確かに被害者を橋に呼び出したのは、被告人に間違いないようですな。うん、目を通した方が良さそうね。裁判長のやつかなり心が動いてるぜ。あんた下手なツッコミは命取りだぜ。あの刑事さんのせいよ、何者かなんて言うから。そんな顔しちゃダメっす。自分はあの若手検事に言われてそう証言しただけっすから、人のせいにしてる罠というわけ。可愛い顔して割とやるわね。可愛い顔してあの子。お涙、午後4時30分例の吊り橋。4時30分目印に白のマフラーを用意。ちなみに相談、今度こそ伝える、すべて世間に公表する。意味ありげだね。午後1時21分に電話があったんだ。2月14日だね。午後4時半か。午後4時半で、まあ死亡推定時刻もそんなに間違ってないな。そこで犯人に会ったっす。まあ一応聞いていこうか。これは山奥の吊り橋、どうしてそんなところに。それは被告人にとって忘れられない場所だったからっす。どういうことですか。今から5年前、被告人は営利誘拐を企てたのだが、吊り橋の上に追い詰められ人質の少女を殺害してしまう。その現場がおぼろ橋の上だったのだ。なるほど。橋の上で彼に手錠をかけたのが宮柳巡査部長だったっす。へえ、思い出の場所で運命の再会ってわけか。なるほどね。彼女は無残にも殺害されてしまったっす。死体はすぐ発見されたのですか。そうっすね、我々は素早いっすから。犯行から1時間もしないうちに犯人を追い詰めたっす。動くな、我々は完全に包囲されているみたいな。やばいじゃん、もう大ピンチじゃん。おい逆、なんかおかしくない千尋。現場は山奥の吊り橋だ。なぜそんなに早く事件が発覚したのか。宮城巡査部長が電話の内容を報告していたからでしょうか。もしそうしていたら彼女は殺されなかっただろうぜ。お涙からの電話は報告されていなかったっす。ただ机の上に被害者のメモが残っていたっす。もう少し早く気づいていれば彼女は死なずに済んだっす。なぜ被害者は電話のことを報告しなかったのかしら。まあ事情がありそうだよな。トランクに詰めたと。お涙さん、車を用意していたんですか。現場の吊り橋は山奥にあるっすから、2人とも現場まで、車を使っているっす。なんと、被告人は自動車を持っていたのですか。いやいや、もちろん盗難車っす。信号待ちをしていた若いカップルの車を取り上げたっす。すごいな、人の車を盗むとは。私はどうかと思いますね。他にどうかと思う部分はないのかしら。どうかと思う部分しかないから裁判が起きてんのよ。これがその盗難車の後部トランクの写真っす。おいや、何かが足りない気がするね。写っているのはもちろん宮柳勇気っす。うわ、これは死んでますね。なんだそのコナミ感、やめろ。現場写真のデータをファイルした。被害者は確かに背中を刺されたんですよね。そうっす。くっ、男は常に背中を狙われているもんだぜ。あ、でもゾロは背中の傷は男の恥とも言っていたよ。亡くなったの女性なんだけどな。この写真では見ないっすが、被害者の背中にはちゃんとナイフが刺さっていたっす。怖い。
死体が発見された状況はとても重要です。刑事君、現場に何かおかしな点はなかったのですか？後部の変なところは特に見当たらないっす。これはおかしいっすね。これはそうですよね。証人。おーなー、いいね、千尋さん初めてのいい槍。いや、いいね。なんですかこのいたたまれない緊張感は。すみません、頭の中真っ白になっちゃって。人様に指を突きつけるの初めてなものですから、これからどんどん突きつけることになるけどな。ちゃんと練習しておきなさい。まったく、私はどうかと思いますね。へえ、子猫ちゃん、コーヒーキャンディー舐めるかい？キャンディー？本物のコーヒーはあんたには早すぎるからな。くぅ、この悔しさを叩きつけてやるの、千尋。いいね。こら、刑事さん。いいね、こら、刑事さん。はいっす。この写真、変なところはない。そう言いましたね。言っちまったっす。しかし、被害者が残したこのメモをよく読みなさい。メモ。はっきりこう書いてあります。目印に白のマフラー用意。おそらく被害者の顔を忘れていたのでしょう。ああ。そのマフラー、一体どこに消えたのかしら。この写真には写ってないようですけど。そのトランクからは見つからなかったっす。ダメじゃないの、ちゃんと探さなきゃ。むぐわーっす。いいね。いいな、千尋さん。犯人から指定された以上、彼女はマフラーをつけていたはず。そのあたりいかがですか、三剣健二君。うん、やれやれ。弁護側にはよほど材料がないと見える。お探しのマフラーというのはこれのことだろうか。ん？どこにあったっす。現場の釣り橋の上だ。私が真っ先に調べた。なんで自分にも教えてくれなかったっすか。証拠品は自分のカバンにしまうことにしている。私の知る限り一番安全な場所だ。なんか聞いたことあるな。く、あの坊やきちんと分かってやがるぜ。被害者のメモと違って白のマフラーではないが、白のマフラーじゃないね。おそらく近い色で代用したのだろう。ねえ、まあ確かに白のマフラー持ってこいって言われて持ってるかどうかは限らんからな。かなり泥で汚れています。無理もない。事件当時、五道山中は小雨が降っていた。あの刑事さん、わざと今まで隠していたのね。そのマフラー、証拠としてしめやかに受理しましょう。この裁判長もね、なんかちょっと癖あって面白いよね。おぼろ橋の上より発見と。それでは弁護士が大きく滑ったところで。なんて嫌なこと言うんだ、みっちゃん。次の証人に移りたい。よろしいかな、弁護士君。このマフラー、ギュギュッと巻きつけてやりたい。やめろやめろ、危ない危ない。その泥まみれのマフラーを振り回すまでもなく、お涙みちると、宮城祐樹はおぼろ橋で実際に会っている。そして橋の上で一体何があったのか、それを完璧に立証してご覧に入れたい。それは面白い。やってもらいましょうか。完璧にあいつのペースね。忘れるな、あの坊やが何と呼ばれているか。天才か。みっちゃんはやっぱすごいんだな。一番最初からバキバキだったんだな。でも一番最初のみっちゃんと一番最初の千尋さんが一番最初に出会っている事件があったっていうのがまたエモいよな。実はこの事件にはれっきとした目撃者がいたっす。目撃者が偶然撮った写真っす。きっちりマフラーを巻いているっす。ああ、ほんとだ。顔は見えないんだね。でも事件当時は小雨がパラついていたのでちょっとぼやけているっすけど、犯人は押し倒した被害者の背中にまたがってナイフを刺したっす。おそらくマフラーはその時外れたと考えられるっす。なるほどね。ねえ、この写真の感じでは橋はかなり高いところにかかっていたよ。12メートルって書いてあるもん。12メートルは高いぜ。下を流れる五道川から約12メートルの高さだ。それで三剣君、この写真は一体どなたが。善意の第三者といったところだろうか。つまり目撃者でしょう。なぜ出廷していないのですか。確かに。それがその、どうしても証言台には立ちたくないと。
証人は非常に繊細な心の持ち主なのだ。この写真さえあれば証言の必要はない。やれやれ、私はどうかと思いますがね。うん、それは本当にどうかと思うわ。俺も事件の目撃者が撮影したものらしい。小野南美汁には動機があり、こうして現場で会っている。その意味するところは明らかだと思われるか。確かに。む、今私の中で完全に真相が。まずいまずいまずい。え、まずいですよ。今度こそ決まりでしょう、有罪ということで。だからちょっと待ってください。頑張って尋問しますから、ちゃんと聞いてください。ぬーぬーじゃないわよ。ほんとそうよ。おぼろ橋で何があったか。さて、れっきとした目撃者がいたっす。きっちりマフラーを巻いているっす。聞いてみよう。確かに被害者はマフラーをしているわね。ところでこの写真を撮った目撃者ですけど、何をしていたのかしら、こんな山の中で。確かに。なんでも野草の撮影をしていたらしいっす。あの山には野生の薬草が多い。周辺に住む人々によれば、五道山に宿る霊気のせいだとか。れれれ、霊気。そういえばこの写真、ぼんやり煙って見えるのはお化けですか。私は信じません。いやいや、それは多分お化けじゃないと思うっす。事件当時は小雨がぱらついていたのでちょっとぼやけてるっすけど。なるほどね、小雨ですか。そうっす、細かい雨がしとしととかなり湿っぽかったっす。ま、この法廷のムードほどじゃなかったっすけど、もっと湿っぽくなるぞ。こんなこと絶対言うな、糸の子さん。嫌な空気になるぞ。あー、しめじめじめじめしてきたよ。もうこれはもう梅雨時期よ、完全に。さらに湿っぽくなっちまったっす。とにかく現場付近は少しぬかるんでいた。霧も出ていたようだ。自分も橋の上で尻餅ついてえらいことになったっす。危なかったね。犯人は押し倒した被害者にの背中にまたがってナイフを刺したっす。ここら辺怪しそうだよな。それも目撃者の証言ですか。もちろんそうっす。犯人に背中をドンと押されて、そのままうつ伏せに倒れたっす。ねえ、私にも覚えがありますね、そういうこと。え、あるの。そういう場面を見たのか、誰かに背中を押されたのか、それともいっそ誰かの背中を押したのか。謎の多い裁判長ね。結構こいつ悪い顔してるもんな。あんた、にらめっこの相手を間違えてるぜ。え、見ろよ、法廷記録が寂しがって濡れちゃってるぜ。キャッ、コーヒーをこぼさないでください。危ない危ない。法廷記録か。確かに、おそらくマフラーはその時に外れたと考えられるっす。確かに背中にまたがってナイフを刺したということは、つまり、この写真、ここが全く汚れてないっていうのはおかしいと思うんだけど、いかがなもんでしょうか。事件当時現場には小雨が降っていたそうですね。霧も出てしっとりたムードだったっす。かっこいい。そのしっとりしたムードにそぐわない証拠があります。これはトランクから発見された被害者の死体ですな。現場の状況から考えて、この写真には不自然な点があります。みっちゃんはちょっと分かってそうだな。当然不自然な点、面白い、ぜひ伺いたいものです。このトランクの写真のどこが事件当日のムードと矛盾するんでしょうか。それはもちろんここでしょう。矛盾するところ、もちろんここです。被害者のコートですか。私の見たところ異常はないようですが、それがすでに異常なのです。異常がないことが異常。思い出してください、事件当日の鉢の上の状況を。小雨と霧でおぼろ橋は濡れていたそうです。もし被害者が橋の上にうつ伏せに倒れたのならば、被害者のコートは泥で汚れていなければおかしいのです。あっ、それはその通りです。私も先日泥道で転んだ時、自慢のヒゲがものすごいことに。確かに、なんか筆みたいになりそう。なんかあの達人が正月の書き初めでやる時の筆みたいになりそう。みっちゃん、確かに現場はかなりぬかるんでいた。しかし橋の上が泥で汚れていたとは限らない。裁判長が泥道でではなく風呂場で転んだとしたら、その自慢のヒゲは濡れるだけで済んだはず。さすがにそんなに転びません。し
かしその主張は認めます。事件当日の橋の上の状況、君に立証できるというのかな。橋の上の状況か。ここで引いたら男じゃねえぜ。ここで引いたら女でもないわ。かっこいい。もちろん立証できます。おぼろ橋の上は泥で汚れた。その証拠は泥にまみれてるじゃねえか、マフラーがよ。証拠はこのマフラーです。あっ、説明は不要でしょう。橋の上に落ちていたマフラーがこんなに汚れている以上、おぼろ橋は事件当日泥でぬかるんでいたのです。ぐんぬ、新米弁護士が。みっちゃんも新米感があるね。それはお互い様でしょう。どうやら弁護人の主張は筋が通っているようです。確かにこのマフラーと被害者のコートの状況には矛盾が存在するようだ。しかし重要なのはそれが何を意味するかだ。え？矛盾には必ず理由が存在する。その理由を伺おう。それはそんなの私に聞かれても。確かに。く、いい線言ってるじゃねえか、骨子ちゃんにしては。髪の毛さん、いつの時代も矛盾は嘘から生まれるもんだ。トランクから発見された被害者、目撃写真に写っている被害者と被告人、そして犯行の瞬間を見たという目撃者の証言。落ち着いて考えるんだ。シンプルな話だろ。これらの3つのうちどれかが偽の手がかりなのさ。まあそうなってくると一番怪しいのはもちろんだよな。弁護人、今の発言私はどうかと思いますな。あ、今のは私じゃなくてこのコーヒーの人が勝手に。この私の法廷で偽の手がかりなど認めません。あの坊や、その手がかりを隠そうとして嫌がるのさ。そうはさせねえ。引きずり出してやるんだ。はい。この矛盾における偽の手がかり、それはもちろんこれになってくるよな。考えるまでもなく、怪しいのは目撃者です。刑事さんはさっきこう証言しましたね。犯人は背中から被害者を押し倒してナイフを刺した。これは目撃者が見たことをそのまま証言したわけですよね。はあ、確かにそう言ってたっす。そこに、その証言は大きく矛盾しています。被害者のコートは全く汚れていないわけですからね。その通りですな。くっ、そいつが正解だ。もし本当に決定的な目撃証言証人がいたのなら、あの坊やは最初からそいつを呼んでいたはずさ。裁判長、弁護側はその目撃者の尋問を要求します。その証言は曖昧でいきなり矛盾しています。確かにかなり怪しいよな。どうやらケンジ君、その謎の目撃証人の証言聞く必要がありそうですな。ふん、覚悟しておくといい。最悪の事態をな。最悪の事態。裁判長、検察側は目撃証人を隠すつもりなど全くない。いつでも召喚に応じる準備はできている。わかりました。それでは早速呼んでもらいましょう。ケンジさんの一言ちょっと気になるな。最悪の事態、何が起きるのか